まだかな、まだかな。青島のランカちゃん、まだかな。あ、来た。こんばんは。エウレカです。今回は、青島文化教材社様から発売されてございます。バリアブルファイターガールズ、マクロスフロンティア、VF25F メサイア、ランカリー、マクロス40周年アニバーサリーバージョン、銀河最速開封をお送りして参ります。こちら、ご覧いただいております、エウレカスタジオでは、趣味のマクロスに関する動画ですね。プラモデルを組み立てましたとか、グッズ開封しました、イベントに行ってまいりました、あとは、歌マクロスというゲームをプレイしていました、そんな感じの動画をですね、まあ、雑談をザラザラっと交えながら動画アップロードしてございます。ぜひともチャンネル登録していただきまして、エウレカスタジオ過去動画再生リストをまとめてございますので、ご覧になって、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。あとは、グッドボタン、よろしくお願いいたします。そうしましたらですね、はい、こちらくるくる回っております、ランカちゃんでございますよ。エウレカさんはね、マクロスモデラーズ、ド初心者でございます。プラモデル、なんかこのおっさんになってからね。むしろ先ほど申し上げました、歌マクロスっていうゲームアプリでだいぶ熱がついた、火がついた人間、マクロスについて火がついた人間でございます。全然プラモデルとかやったことなかったんです。そんな人間がね、こんな感じのプラモデル組み立てとかやってございます。はい、ここら辺とか見てくださいよね。はい、SMS007 っていうね、この、デカールってやつですよ。もうエウレカさんが貼ったらもうこんな感じでベロンベロンに剥がれちゃっておりましてね。ひどい状況でございますよ。でもまあなんかこれもね全然いいのかなっていう、ほら趣味でやってる。ただ自分が楽しければいい。そういう風にやっておりますからね。いろいろこう、マクロスのためにグッズを買って、まあ下手くそだろうがなんだろうが、組み立てる。そういうことがね、大事なんじゃないのかなと思ってやってございます。はい。グダグダ話はいいでしょう。さあ、開けてまいりましょうか。ドカーンとやってまいりました。こちらでございます。青島さんからですね。はい。直接発注をさせていただきました。もともとね、この話が雑談がどんどん膨らんでいってしまうな。そう、もともとね、このランカちゃん、VF ガールズランカちゃん、を組み立てたのもまだまだあのど素人な感じだったんですけど、この青島さんのあのオフィシャルサイトで、こちらの方取り寄せて購入した感じでございます。で、今回もはい、オフィシャルサイトで購入させていただきました。なので、この40周年記念バージョン発売日がね、もともと6月30日とかだったかな、なんかそれが短縮されて6月21日とかだったかな、それよりも早く手元に届きました。ストレートに言います、アマゾンさんとかで購入するとね、お値段安く購入することできますね。そこら辺もちょっとリンク貼っていこうと思いますので、そちらからぜひ購入なさってください。まあ一応期間限定品みたいな感じでね、販売されております。今回のその40周年の目玉はこのバリアブルファイターガールズ、まあ要は女の子がバルキリーさんをまといますよっていうような感じのプラモデルになってます。まあアクションフィギュアって言ったらなんですけど、まあプラモデルですね、になっておりまして、このランカちゃんにですよ、布製のお洋服を着させられるという、なんかそういうね、とんでもない商品になってるみたいですので、進まないですね。開けてまいりましょうか。ちょっとバカデカすぎて置ききれるのかといった感じにはなってございますが、もうとにかく開けていきましょうか。もうそもそもね、この、このランカちゃん組み立てた時も、ど素人の自分が本当にこんなごっついもの組み立てできるのかって思ってたぐらいなんですけど、意外と簡単でございます。なんつうかね、ランカちゃんを組み立てる、ファイターを組み立てる、ガウォーク、バトロイドみたいな感じで、ね、段階的に4段階ぐらいでね、これ組み立てすることができるので、ランカちゃん、素人の方でも、まあ、難しいには難しいですよ。言った通りね、このデカール、ここのね、デカールのね、貼り方に失敗しちゃったりとか、剥がれちゃったりとかもありますけど、初心者の方でも全然やれると思いますからね、ぜひ買ってみてみてください。どうしよう。納品書は入ってないな。一旦避けようか。一旦避けて、外箱だけでも見ていただきましょうかね。よいしょ。こんな感じで、
ございます。映りきらない、画面に映りきりません。ランカちゃんがねこんな感じで映っておりますよ。どうだろう、映ってますか。いや、もともとのね VF ランカちゃんのこの箱自体もいやめちゃくちゃでかかった。比べてみましょうか。サイズ的には全く同じです。はい、大きさ映って、ちょっと画面で映すの難しいですね。サイズ的には同じ、厚みも全く同じですね。もう全くもって、ほぼほぼ同じぐらいの感じでございますよ。ちょっとメサイヤランカリーちゃんちょっと避けていただきまして、よい子らっしょと、はい、まあ、ほぼほぼこれが元々のねメサイヤランカちゃん、そして今回の40周年記念ランカちゃんなわけですよ。こんな感じでね、スターリットラブリーをね、いや道といい感じじゃないですか。ちょっと軽くその布製のお洋服ですね、ちょっと見てみましょうか。ちょっとここで開けられるかな。よい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 、あ、向きちょっと逆の方が良かったですかね。この向きでいきましょうかね。まあ、アクションフィギュア、いやプラモデルでございます。まあ、それがね布製のお洋服を着るだなんて、いやすごい楽しみじゃないですか。クパー、どこだ、布製のお洋服どこだなんか見覚えあるようなパーツですね。ランカちゃんの髪の毛パーツでございます。なんか前髪とか、可愛らしいじゃないですかね。あ、人参ガンポットですね。人参ガンポットをこちらでもね、握りしめております。もうそろそろ映りますよ、もうそろそろ映りますよ。ここの部分、ここの部分でございますね。これ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 、ここら辺もね塗装で今度頑張ってみようかなとかちょっと考えております。ちょっとね届いたのが夜中ですので、ちょっと今日は組み立て、あ、すごい、なんかね垂直尾翼っていうのかながねグリーンになってるので、あ、やっぱ全然違うな。絵的にここの部分ですね、映ってますかね。ここの部分、今までのその垂直尾翼は白だったんです。こっちには映ってないかな。あ、ここ、あ、黒か、黒ですね。ここら辺に映っております。これがですね、グリーン、なんかいろいろちょっとバージョンが変わってて面白そうですね。ちょっとデカールとか見てみたいな、まあ布のお洋服も見てみたいんですけど、あ、すごい、革靴ですよ、革靴、革靴が入っております。こんな感じで、何ですかね、成形色っていうんでしょうかね、自分で塗るんではなく元々のプラスチックの色で塗り分けられているということですよ。すごいなぁ。もしよろしければエウレカさんの過去動画見てみてください。このランカちゃんをね、このランカちゃん、このランカちゃんを組み立てた時の動画がねございますので、ここいら辺のねパーツをポッキンって折っちゃったこともあるんですよ。でも青島さんに問い合わせをしたらですね、ちゃんと新しいものを無料で送ってくれましたから、そう、失敗を恐れずにね、素人でも、なんとか組み立てできましたからね、ここまでね。別に塗装しなきゃいけないとか、そういうルールはございませんから。そう、なんかね、顔パーツが増えたっていうことなんですよ。多分、この顔パーツ、3種類はもともとあって、無表情のやつですね。自分でデカール貼ってっていうのは、これもともとあったパターン。これがですよ。はい。無表情がさらに3つ増えて、さらには首パーツも追加でされたっていうことです。もともとのこの、ランカちゃんですね、こちらのランカちゃんなんですけど、首のそれより少し長くしたらしいんです。首を長くすることによってこういう風にね、メサイヤバージョン、このヘルメットかぶってる時も首が長い分可動範囲が増えますよ、もっと、首を振ったりする自由度が増しますよっていうことで首長パーツが増えたっていう、そういうお話だったかと思います。どこだどこだ、布のお洋服どこだ、布のお洋服、あ、台座とか今まで入ってなかったやつですね。ここになんかマイクスタンドとか立てられるらしくて。うわぁ、これも楽しみだな。バルキリーさんリュックですよ。自分で塗装しろっていう話らしいんですけど、これ塗装できるかな？頑張ろう。いつになったら完成するやらって感じにはなりそうですけどね。エブリカさん、このマクロスモデラーズいろいろやっております。この手前に、VF25 メサイヤ、マジで、バンダイさんのバルキリーをマジで組み立ててるんですけど、クリアパーツってやつ、ファイターモードを作って、それから先進んでおりません。ファイターからガオーク、バトル、まあいいや。なんかそういうのもね、
ちょっと組み立て頑張っていこう。ああ、パーツがまたいっぱいある。おー、来ました、来ました、来ました。ランカちゃんのお洋服が入ってございますよ。これちょっと開けてみようかな。開封してまいりますね。じゃあちょっとまたその前に、説明書だ。説明書が入ってございますよ。来ました、来ました、来ました。こんな感じでございます。ああ、いいですね。いいですね。組み立て説明書。うわー、鬼やわ、鬼やわ、これ。でもこれ、全部デカール?全部デカールっぽいです。あ、カラーガイドもあります。これに合わせてちょっとね、ペイントも買ってこなきゃいけないですね。うわー、うわ、うわ、うわ。大変そうだ、大変そうだ。あ、バルキリーさん、バルキリーリュックですね。バルキリーリュックも、塗装カラーがバルキリーさんリュック、グランプリホワイト。へぇー。すごいな。説明書軽く見ていきましょうか。マクロス40周年アニバーサリー。うわ。もうね、この説明書を見てるだけでもう、萌え萌えですね。いやー、たまらんわ、これ。最高じゃないですか。VF ガールシンデレラ。そう、ちょっとね、悩んで、わからない部分があったのが、そう、スミレってやつですね。このランカちゃん、スミレっていうのはしておりません。なんかスミレっていうのが多分この筋の部分ですね。彫り込みがある部分に黒い塗り込みを入れることによって、なんかその立体感を出す、本物感を出すっていう、そういう手法みたいなんですけど、ほら、これわかります?この40周年記念の、ほら、スタリットラブリー色のなんかリボンみたいな感じの、これね、デカールでシールで貼るようになってるんですけど、そのデカールのシールの上から墨入れしてるのわかりますかね、これ。だからデカールを先に貼ってそっから墨入れ?でもデカールにさ、このデコボコをつけるって結構難しくないですか?このやり方わかってる方いらっしゃったら教えてください。ちょっと今日頑張ってランカちゃんぐらい組み立てやろうかなとか思ってたんですけど、ちょっと無理ですね、これね。到着したのが、一応7時から9時指定で、9時目前に到着しました。9時寸前ですね。なんか、2時間ぐらいちょっと余裕があれば組み立てようかなと思ってたんですけど、ランカちゃん素体はね、はい。そう、先ほども言いました、組み立て順番なんですけど、ランカちゃんの組み立てっていうところから少しずつ始まっていきますので、初心者の方でも少しずつやっていくことができます。ランカちゃんを組み立てます。で、ランカちゃんが組み立てた後、今度、このダイナム超合金バージョンの組み立てっていう風にね、少しずつこっちか、ここに映っておりますね。今、下の部分に映っておりますね。そう、少しずつ進めていくことができますので、初心者の方でも安心。で、その、ポイントとしては、接着剤を必要としないっていうプラモデルキットなので、接着剤って本当大変なんですよ。なかなかこう、くっつかなくてね、こう、待ってなきゃいけない。例えばこのミニマムファクトリーランカリーちゃんなんですけど、これなんかもう完全プラスチック、間違えた。プラスチックはプラスチックだそうだ。そりゃそうだよ。プラモデルなんだから。そう。完全に接着剤でつけなければいけないんですね。それと比べて、この VF ガールランカちゃんに関しましては、一切接着剤使わずにこれだけのものがね、出来上がりますので、そこら辺がまた初心者さんには便利なのかなと。だから、必要なものとしてはもう単純にニッパーがあれば大丈夫。そのぐらいですね。接着剤を必要としない。いやー、初心者さん向けにいいものだと思いますよ。はい。ランカちゃんの組み立て。あ、多分これお洋服バージョンだな。少女素体組み立て2、2っていうのがこれお洋服バージョンになってくると思いますので。なるほど、なるほど。お洋服バージョン、靴履いてますからね。靴履いてる。あれ?でもお洋服着させるっていうのが書いてないな。いや、これ。完全に元々の説明書と同じじゃない?これ。あ、でもデカール貼り付け位置って書いてあるから、ちょっと違いますね。やっぱ進化は、進化ってか、そりゃそうだね。変わらないとね、そのデカールとか。ちょっとまたお洋服着させるシーンがないんですけど、それを見たいな。お洋服シーンが、お洋服シーンが。説明書にお洋服の説明がないぞ。どういうことだ?どういうこと?探せ、売れか。ないです。ねえです、ねえです。ねえですよ。お洋服?完成イメージ。だから水着バージョンだよな。水着バージョン。いや、ないなぁ。ないですね。
よし。まあ、言っててもしょうがない。ちょっとこれ開けていきましょうか。これ、このまま開くかな？このまま、ビリビリっと開くかな？よいしょと。あ、開いた開いた開いた。OK。カッターなしに開けることができましたよ。デカール類をまず見ていきましょうか。あ、なるほどね。こんな感じか。うわー、すごいぞ、これ。デカールちょっと横向きに移しましょうか。はい。なんかね、これがすべてになるんですけど、ランカちゃんがね、ほら、チビランカちゃんのデカールがいっぱいあるので、こういうのをね、自分の好きなところにキラッキラッとかね、いっぱいシールがある。いや、これは面白そうだな。好きに貼ってくださいっていう、そういうことですね。で、ほら、表情パターンが、ね、3パターン無表情が追加されましたよということで、デカールでね、お目目がいっぱい種類があります。あとはシールですね。これね、もともとのこのランカちゃんのこのスピーカーポットの部分なんですけど、すべてこういうシールだったんですよ。これがスピーカーポットの部分もデカールで全部取り付け貼り付けできるようになってますね。いや、これすごいぞ。頑張りがいが、やりがいがありそうですね。ほら、オオサンショウウオさんとかのデカールもね、いっぱいあります。へぇ、まあデカール結局、これはのりですよね。これのりがついているものなので、その保護シート的にね、こう白い紙がついておりますのでね、大事に取っておきましょう。あ、お洋服のことは、ここに、着せ方が書かれておりましたよ。バリアブルファイターガールズナンバー MC10 マクロスロンティア VF25 メサイアランカリーマクロス40周年アニバーサリーということで書かれております。うわ、鍵とかなんか、あ、それぞれのほら、開拓重機とかなんかそういうとこね、そういうのの組み立てのやり方とかもいろいろ書かれてございます。ちょっとまたマグロマンマグロマンの塗装もね、真ん中ピンク色に濡れて書いてありますよ。おお、ちょっと待った。なんということだ。ランカちゃんがツンパ姿ですよ。ねえ、これ。なんとセンシティブ。まずいぞ、これ。これ着させられんのかな？これ着させられる？どうなんだろう。あ、でもちょっとこれダメですね。ちょっとバージョンがね、その素体バージョンじゃないから、このダイナム超合金バージョンだから、ちょっとこれはごめんなさい、着させられないですね今回は。ちょっとこれは組み立て頑張ろうと思います。本来ね、みくもちゃんのバルキリーとかも作りたかったんですけど、ここのところあまりマクロスモデラーズ制作できておりません。なぜかというと、ワルキューレのファイナルライブツアーラストミッション、そこら辺の動画がね、忙しかったので、これからはちょっとまたこんな感じの、はい、プラモデル制作、マクロスモデラーズとかも頑張ってやっていこうと思います。これからもお付き合いいただければと思います。ごめんなさい、組み立てできなかった。ごめんなさい、やりきれません。ちょっと今日はさすがに無理だ。想定よりね、2時間遅れちゃっておりますので、はい、ということで、今回はここら辺で終了ですね。次回以降、またちょっと組み立てとかいろいろやってまいりますので、そちらの方もお楽しみに。そして、冒頭でも申し上げました。神まみてます。はい、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回はここら辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。